どうも、ハイチーです。センター試験、お疲れ様でした。まあね、うまくいった方、うまくいかなかった方いると思うんですが、まあちょこちょこメールをいただいてまして、で、まあそのメールを読んでね、あ、これは喋ろうと思いまして、ちょっと自分の、実際ね、センター受けた時の経験談を踏まえて、まあ自分がセンター後に、こう意識したこととか、まあ自分がね、やっときゃよかったこととか、後悔してることとかね、その辺話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、ちょっと自分の思い出話からいこうと思うんですけど、でもあれか、今年は何、ムーミンと、なんか、リスニングの修羅場がなんか話題になってましたよね。でもその辺でね、こう気持ち的に揺さぶられちゃって、うまくいかなかった方とかもいたと思うんですけど、自分はですね、センター受けて、で、センター利用で東京理科を受けたんですよ。で、理工かな東京理科の。そこは受かったんですよ、センター利用で。で、その後に私立が3つあって一般で、で、これが文教と、東京理科の理学部と、あと早稲田。が受験だったんですよね。で、ただうちはもうそんなに裕福じゃなかったんで、私立はもう絶対 NG だったの。家から通える国公立で大学 OK という条件の家だったから、で、まあ東京学芸大学がね、まあ志望で、まあそこしかなかった。一応私立受けたけどさ。で、まあ文教はもう判定割と取れてたんで、で、東京理科の理学はちょっときついかな、早稲田は無理だろう、みたいな感じだったの。そしたら、その後私立3つでこけたの全部。全部落ちた。いまだに文教でなんで落ちたか、いまだにちょっと分かってない自分で。で、ぐらいに、でね、もう結構へこんだんだよね、そこで。へこんでしまって。で、センターは、まあ、ギリギリね、そこそこ、まあまあ、まあ、なんとか頑張った、踏ん張ったかな、ぐらいの得点率だったの、自分の中では。実際 79.6% ぐらいかな、だったんですけど。で、二次がさ、学芸の二次が数学のみだったんですよ、うち俺。そう、数学だからさ、専門がね。でも、こう、二次が本当に取れなくって過去問やってても、全然解けなくって。で、これはもうセンターで逃げ切らないと勝ち目がないと。まあ、数学一家だからさ、数学のさ、もうプロフェッショナルが集まってくるの、割と。そう、教員志望で数学得意な方がね。で、あ、マジいなと思って。で、前期は、二次の比率が高かったんだよね。で、後期がセンターの比率が高いっていう感じ。で、三つこけたじゃん、センター。まあ、センター利用受かってたけど、三つこけて、あ、やべえな、と。そう。でね、まあ、ちょっとあたふたした気持ち的にも浮き足立ってて、で、過去もやっても解けないし、でもすぐ一課だからさ、他でさ、挽回しようができないわけ。二課だったら片方でちょっと頑張って伸ばしてみたいなのができるんだけど、で、ほんと数学は割とできたんだけど、他できなくって、俺。あ、やべえ、と思ったまま、前期になったんだよね。で、前期で、そのね、気持ち的にもさ、ダメだ、戦える状態になってなくって、しかも俺、風邪をひいて、前期。で、まあ、風邪はね、もう体調不良は自分のせいだから、もう言い訳でしかないんだけど、試験の時に、多分問題集2枚かな ?A3 かなんか2枚でさ、大問が4つぐらい全部あって、でも大問の中に小問何個か入ってんだけど、もう長いの回答欄か、めちゃくちゃ長いの書くんだけどさ、本当に頭真っ白だったんだよね。俺受験とか人生過ごしていく中で頭が真っ白になるっていうのも多分あそこが一番経験してる。何も出てこない。そう。公式が。絶対すげえ簡単なんだよ。簡単な公式のはずなの。カッコ1番とか。全然出てこなくて。もうね、冷や汗が止まる。まあ多分風邪ひいて汗なのか冷や汗がわかんないけど、もう背中をさ、汗が垂れるのわかるんだよね。あ、これやらかしたと思って。で、頑張って落ち着かなきゃってやってんだけど、時間過ぎてくじゃん、どんどん。で、何も出てこない。で、結局、なんだろう、小問が2個ぐらい解けたけど、もう全然手が出なくて。でも、できない時ほどさ、周りのさ、ペンの音って聞こえるんだよね。カリカリカリ。それ気になっちゃうんだよ。でも、そこに、気にしちゃってるし、もう焦っちゃってって、もう全部が負のスパイラルに陥って、終わったっていうか、もう解いてる時に、あ、これ絶対受かんねえと思って。で、案の定落ちるじゃんか。そう。で、前期落ちて、で、まあ、なんだろう。私立がまあ NG だから東京理科はもう受かってたけど、行かせらんないって言われてたんで、まあ、託浪する。で、浪人したとしても、多分予備校にね、お金をちょっと出してもらうのが厳しかったから、じゃ託浪するかっていう話になるわけ。で、最後のラストチャンスが後期。まあ、センター逃げ切りだから、自分にとってはまだプラスの条件ではあった。そう。でもさ、まあ、もう私立3個こけて、前期もこけてるじゃん。でも前期のこけ方も、もうなんかボロクソにさ、もうサンドバッグに打たれた感じで、気持ち的にはね、になっちゃってたから、そこで、ちょっとノイローゼになったんだよね。勉強机に、汚くてごめん。勉強机に座ると本当に吐くみたいな。
吐き、うってなるの。で、トイレ駆け込んで吐いちゃって、みたいな感じになる。でも勉強しないとダメだから不安になるからさ。っていう感じので、何週間あったかな全飛行機の間。忘れちゃったけど、まあ、2、3週間かな。そう、それを戦って、でも、最終的に最後の1週間ぐらいでちょっとね、開き直れたの。なんかね、ぐちぐち考えてたんだよ。もう、ぐちぐち先のことを押したらって。でもさ、ぐちぐち考えてもしゃあないだろ、お前って、俺に対してね、思って、もう、ここまでやってきたんだから、自分信じてやれよって。もうぐちぐちうっさいんだ、お前はって、自分でもうずっとまた葛藤してて。で、開き直って、もうここまで来たら、もういいじゃんって。落ちたら浪人だよ。しゃあないって。やってこいよ、俺っつって。そう。で、開き直って行って、雪だったら確かね、開始時間が遅れたんだよね。違ったっけな、後期だったかな。そう。で、もうでもなんかね、あんま浮き足立つことなくて。で、もうなんか、早めに行くじゃん。で、座ってさ、もう隣の女の子が、女の子だったんだけど、だからすごいこうなんか、参考書とか持っててさ、俺参考書持っててなくて、会場に。なんか会場で勉強すると焦っちゃうんだよ。そう、わかんないこととか忘れたことに不安になるから。だからもうね、ぼーっと過ごした。そう、多分音楽聴いてたかな、忘れたけど。そう、過ごして、やったろ、つって。で、確かに、感触としてはそこまでできたわけじゃないの。やっぱ苦手だから、虹が。でも、前距離は出せて、まあ自分の中ではできたかな、できたか出せたかなっていう。で、まあまあまあ、ラッキーでギリギリ受かったらいいかな。いけるかなっていう感じで、実際なんとか受かって、そう。で、一応現役で学研に受かるっていうのが俺の受験だったのね。そう。で、ちょっとこれはね、後日談になっちゃうんだけど、そのさっき隣の女の子がいたって話をしたでしょ。で、その子がね、まあ、同じクラスになるじゃん。同じ受験会場だから。その子も受かっててさ。で、そう、受かった後に、その子覚えてて、そう、まあ、本名いないけどさ、ハイチじゃないけど、ハイチって、あの時さ、私の隣だったでしょみたいな。そう。で、しかも地元も近くて、その子俺。そう。で、話してて、もうね、びっくりしたと。こいつはなんで勉強してないんだろうみたいな。会場で俺歌聞いてたから普通に。多分本とかも読んでたの忘れたけど。そう。何この人って思ったみたいな。そう。っていうのを言われたりとか。それはもう後日なんで二人でさ、その子も前期落ちてたから。そう。なんか笑いながら話してたけど。で正直、まあ、センターをね、こう受けて、まあ、センター利用、うまくいかなかった方はセンター利用はダメだったりとか。で、特に国公立の方はね、センターうまくいかなければもう志望校変える必要が出てくるから、そういう方もいらっしゃると思う。ね、私立勝負の方はもう一般って切り替えてね、そう、切り替えんだよ。やってってもらったらいいんですけど、まあ国公立だったりするとさ、どうしてもね、その辺も出てきてしまうんですけど、まあ自分がいつも思ってるように、なんだろう。例えばこれはもう中学生も同じなんだけど、どっかに行くじゃん。まあ就職の時もそうだけどね。その場所、進学先でも就職先でもそうですけど、行った場所は大事。確かに大事だよ。特に大学なんて最終学歴でそこで見られるから、大事は大事なんだけど、どこに行くかよりも、行った場所で何をするかのがね、圧倒的に大事なわけ。そう。確かに学歴っていうもの、そこは肩書きがつくんだよ。ついても中身のない人間は見透かされるから、そんな社会で。そう。評価されない。でも逆に、確かに学歴にとっては名前ね。大学を比べた時に学歴がちょっと下になるかもしれない。なったとしても、人間性ってところ、その行った場所で何をするか、そこで自分を高めて、しっかりね、人間性とかいろんなものを、それはね、評価してもらえる。そういう社会だから、きちんとなってる、そうやって。そう。なので、まあこれからね、いろんな不安があったりとか、志望校変えなきゃいけないとか、いろいろ考えたりすると思うの。中学生にしてもそうだけど。でも、やっぱり、一番行きたいところっていうのを志望してほしい。でも、現実そうはいかないこともあるから、ね、変えなきゃいけない、下げなきゃいけないこともあるかもしれないけど、じゃ下げてしまったからで人生終わるかって言ったら、そういうわけではないと思うのね。だから、まあ何が言いたいかっていうと、ひとまずセンターでうまくいかなかった方でたくさんメール来てたけど、切り替えていこう。そう、切り替えが大事だって。俺は切り替えるのが遅すぎたから、後期が始まる1週間前っていつだよって話なんだよ、ほんと。でも早めに切り替えれればそれだけ時間があるまだね。もちろん私立なんですぐ始まっちゃうけども、でもそれだけ対策打てるし、気持ちが戦える状態じゃなかったらどんなに能力があっても戦えないから、受験いいね。しっかり気持ち作って、焦りとか不安とかいろんな気持ち、それはみんなあるから、いい。それはいいの。持ってていいから。でも、それに心を全部こうなんだろう、侵食されちゃうというか、そうなってしまっては本番戦えないからさ、やるだけやろうっつって、切り替えて、で、自分が持てる力を、私立だろうが、国公立二次だろうが、ね、自分が戦う場所で、しっかりそこでね、戦ってきてもらえたらと思います。